皆さんおはこんばんにちは、ヒトポンです。あいだよ。今回はこちらのゲーム、アンダイイングをやっていきましょう。ちなみにこちらのゲームだけど、前にマルチバースを紹介していただいたディープジャパンさんに連絡をいただけて遊ばせていただきます。自分で言うのもあれだけどさ、1年以上何もしてない SNS によく連絡してきたよね。最初急に通知が来たからびっくりしたよ。覚えてくれていたのかしら、感謝ね。さて、それでこちらのゲーム、アンダイイングですが、ざっくり言えばサバイバルゲームですね。ただ一つ特徴的なのは、子供が一緒にいることかな。子供にはいろいろなことを教えていかないと、一人で何もできないらしいので、残る術を教えながら暮らしていくだったかな。実は前情報全くない状態で遊ぶからとても楽しみではある。サバイバルゲームはあんまりやらないしね。さて、もちろん最初から。難易度は3つ。のどか、冒険、猛烈。さすがに猛烈はないとして、選ぶならのどかか冒険だな。のどかは時間の経過がゆっくりで、物語を楽しむようみたいね。冒険は時間が飛ぶように過ぎるようになって、計画的に動かないとダメみたいね。サバイバルゲームは経験がないけど、多分説明を見た限りだとのどかはすごい簡単なのかな。基本的な難易度が冒険だと考えて、冒険にしてみるか。It's been 4 months since the outbreak first hit.But it's felt like a lifetime. In order to keep as many people safe as possible, the military have turned subway stations into refugee camps. They plan to extract each camp until they have extracted every living person in the infected area. Today, our group is being extracted.Mom, where are we going? Somewhere safe, Cody. Will Dad be there? I hope so. Cody, get behind me! Please work! Please work! Yes! At that moment, all I could think of was, I have to get home. I'm starving. さて、なんとか家にたどり着いたわけだけど、ゾンビに噛まれてたわね。っていうかゾンビがいる感じのサバイバルゲームなのねこれ。そういえば母親の方はもう長くないから、なんとか息子が一人で生き残れるようにしないといけないみたいなこと書いてあったな。あ、そういう。ちなみに息子にはいろいろ覚えてもらわないといけないわけだが、どこまでできてどこまでできないんだろうか。ま、それも後で確認してみないとね。Okay.母親の名前はアンリンっていうのか。さて、まずはチュートリアルかしら。包帯を探すんだな。移動は ASDW、パソコン版だからだね。物を探すのは F キー長押しか。コービー、息子の名前だね。息子はまだアイテムを探すことができないみたい。そして母親が物を探してる時に息子に教えれるみたいだね。お、食料とスクラップ。缶詰は嬉しいわね。日持ちもしそうだし。果たしてこの世界に鮮度があるかどうか。
おっと、コービがスキルを習得したね。これで物を開けれるようになったのかしら。まあ気づいてないんですが、トイレになぜ木材が。多分棚とかを作るつもりだったんでしょ。DIY ってやつか。とりあえずこっち側には包帯はなかったな。別の場所を探しましょう。おっと、自家製ワインが、息子に拾ってもらおう。いいね、生存の経験値を入手してる。この経験値で何か新しいことを覚えれたりするのかしらね。経験値って書いてあるし、何かしらいい方向には進むと思うけど、実際にどうなるかはこの先のお楽しみかな。机は製薬台。製薬台。家族の誰かが病院で働いてるんでしょ。いや家では作らんだろ。さて、息子に開けてもらおうかね。スクラップが入ってたみたい。これ息子が取ったアイテムもカバンに入るのね。インベントリは共通なんだな。さて、これは本か。クラフト入門って書いてあったし、レシピ系のアイテムかな。息子の確認よし。そういえば息子の空腹度や水分は見えないのね。こんな感じで確認することである程度把握するって感じなんだろうな。減少量が母親と同じならわかりやすいけど。ちなみに包帯ないですね。一回を探すしかないか。ほう、布切れと何かを合わせて包帯を作るのか。ぶっちゃけ布切れだけでなんとかなりそうだけど。布切れと自家製ワインで作れるみたいだね。なるほど、ワインのアルコールで消毒するイメージなのかしら。実際に昔の人は消毒液と同じ用途でワインを使ってたみたいだしね。っていうか手慣れてんな、医療従事者。 Good job, Cody. さて、さすがに包帯を作るのは覚えれてないだろうけど、いろいろ作っていけば自力で作れるようにはなりそうよね。お、これが息子のスキルか。いろいろ条件が書いてあるわね。なるほど、この条件を満たせば新しいことができるようになるんだな。逆を言えば条件を満たさなければ何しても覚えれないってことね。ま、こういうのは教え方も大事だからな。結構いろんなスキルがあるが、ま、今すぐ全部覚えれるわけじゃないし、最初は気にしないでも大丈夫かな。そんなことより包帯を巻かないと。そういえばせっかく作ったのに使ってなかったわね。というわけで包帯を使ってゾンビに噛まれて受けたダメージが消えました。さすがに回復してくれないと厳しいからね。さて、今度は1階の探索ね。1階には何が残っているのやら。とりあえず電気は通ってそうだから家電製品があるといいけど、子供は問題なし、空腹や水分は一緒ぐらいだと思っていいのかな。そこら辺は子供の空腹や水分で問題が出てきてからわかりそうね。というわけで1階、わお、ガレージがあるね。いろんなものが入りそうな箱がある部屋と、やけに縦長いトイレとキッチン。ツールベンチにフードベンチ、リサイクルベンチがあるってなかなかすごいわね。素材さえあれば家の中で何でもできそうだな。今のところ、設備は壊れているっぽいし直す必要がありそう。キッチンが壊れていたら早めに直さないとね。キッチンさえあれば水の確保できるし、食事も作れるしね。まずは家の中の探索ね。こういうのは自分でやるより息子に任せた方がいいんだろうな。まずはスクラップ。裏庭に行く道は鍵がかかっていて。鍵か、ピッキング用のツールがあれば開きそうね。ちなみにキッチンや道具を作る施設は全部壊れてました。まずは直す素材とか探しに外に行こうかね。車はガソリンがあれば動くらしいわね。それならついでにガソリンも探すか。さて、家の付近を探すかね。マップの広い四角が調べられる場所かしら。それじゃそのマップを頼りに探索するか。息子と手をつなぐことができるな。逃げる時とかに便利か。さて、まずは左側から。まず真っ先に行くのがゴミ山ってたくましすぎない。これも生き残るためですから。スクラップありすぎじゃね。さて、今度は壊れた車からガソリンをもらいましょうか。これは初めてやるから息子に教えないとね。っていうかポンプとかジャッキの道具を使わずにガソリンを抜いてるってどうやってんだ。お、木から枝を取ることができるね。木材はキッチンの修復に使うしもらっておこう。息子にはまだ教えてないから、枝の折り方を教えておこう。ふむ、これは一回じゃ覚えれないか。何回か教えないと覚えれないものもあるのよね。家の左側に噴水だったものがありました。腐敗してるけど、加工すれば浄水になるかな。やっぱり定番なのは煮沸かしら。キッチン直しても水が出なかったら煮沸することになりそうだな。おっと、これはピッキング道具ね。Okay.
さて道具も手に入れたし家に戻りました。おっと、息子がお腹を空かせてるね。こっちはまだ60あるし、親に比べて最大値が少ないのか減少量が多いのか。と言っても食料今ないけどね、クラッカーがあるぐらいか。一応お腹は膨れるけど、水分が少し減るわね。これで足りるかな。お、キッチンじゃないところに水道があるな。わざわざキッチンとは別になってるのか。というわけで木材はさっき外で集めたし、修理しておこうか。直すところもちゃんと見せておかないとね。はい、これで治りました。何者だよこの母親。さて、これで調理ができるようになって、いろいろと鍋に入れることで食事が作れるんだね。クラッカーとでんぷん2個で基本食が作れる。多分味はすごいことになってそうだけど。せっかくだから2人分作っておこうか。これでよし。食事ができました。お腹が空いた時に食べましょうかね。で、次はピッキングツールを用意したので。ピッキングで鍵を開けると、本当に何でもできるわねこの母親。しかも開けるの早くねえか。っていうかなんで内側からピッキングツールを。多分それは気にしてはいけない。さあ裏庭です。さて、ゾンビが罠にかかっているが、おっていいところにバットが。これでゾンビと戦えるのね。まずはバットを装備しないとね。こうインベントリを見ると案外持ってるな。というわけで野球のバットを装備。スクラップと合成して釘バットみたいなの作れんのかなこれ。世紀末かな。ゾンビがいる時点で世紀末だろこれ。それもそうか。というわけでなぜか裏庭に置いてあるクソでかいトラバサミに引っかかったゾンビを野球バットでボコボコに殴り倒しましょう。罠にかかったゾンビに殴られてんじゃん。そりゃあの感じなら移動できないだけで攻撃はしてくるよな。当たり前だろ。おや、あれはパチンコ。でかい絵にブランコあるんだな。ブランコを作るための設備とかあったし自作なのかしらあれ。攻撃を受けて息子に心配されちゃったね。ま、一度噛まれてるし今更だろ。ゾンビ世界で早死にするタイプの飛行回路じゃん。というわけでパチンコ拾ったので持たせましょう。これでこの的を狙ってもらえばいいのか。お、割と威力あるな。2発で的がボロボロになってるけど。裏庭にあるのは的と植木鉢、あとは発電機ぐらいか。にしても腕いいな。パチンコの才能あるんじゃない。これで息子もゾンビと戦えるのか。野球バットに比べると威力は低そうだけど、ひるんだりとかしてくれるといいんだけどね。そういやこのトラバサミ、拾えるんじゃね。そういう知恵は回るのよね。生きるために手段は選べんよ。さすがにトラバサミは子供に拾わせるなよ。これも経験だよね。おっと、部屋に戻ったら何か始まったぞ。さて、新しい目的地ができたわね。農場に行けばいいのか。農場なら食料の量産体制を整えれるかもしれないね。まあ量産するものが今のところないんだけどね。近くにスーパーとかあれば種とか置いてないかな。早く育つのって言ったらクレソンぐらいしか思いつかないけど。腹に溜まるのを考えるとジャガイモとか欲しいけどな。ちなみにジャガイモは基本的に100日はかかるわよ収穫。脱出するわ。クレソンを大量に作って我慢するしかないか。
さて、農場に着きました。ガソリンだけあれば今の車の性能で行ける場所だったわね。助かる。それじゃ今回はこの辺で終わりにしようか。次回はジョンおじさんから大量のクレソンをもらおう。ジョンおじさんがクレソン農家だったらいいけど、それじゃまた別の動画で会いましょう。バイバイ。